新聞の藤本。また朝日か。朝日って飲むもんで読むもんじゃねえんだあんなもん。ということを言った人がいたけどね、資源だね。俺は取ってないから分からんけどさ。はい、なんだい。先ほどロンドンに知事行かれて招致活動されるという発表をされたんですが、うん、現地でいろんなつながりがあると思うんですが、今回 その知事としての戦略とか狙いがあれば。なまないいちいちあんたね、戦いの前にこうやってこういうパスしてこっちから攻めるなんていうバカいるからね。地域的にどこら辺をというのはあるんでしょうか。わからない。どうぞ。東京 MX テレビ日常です。先日ロシアのメドベージェフ首相が国後島に来まして、ロシアの領土ということをアピールしたんですけども、尖閣とはまた全然状況が違う話なんですけども、このロシアの動きどのようにご覧になっていますか。まあね、本当に口惜しい話でね、晴れた日にね、その知床から見るとね、国後、それから昔のエトロフってのはね、温泉がたくさんあって、もう濃密な森もあってね、それからね、あれおそらく沖縄本島より大きいんですよね。悔しいね、あれがね、今日本の手の内にちゃんと領土として残っていればね、大観光地になってるね。彼らはそんなノウハウもないしね、力もないし金もないしね、ロシア人がね、あそこまで観光に行く人間もほとんどいないと思いますよ。まあそういう点でね、私はね、国後、エトロフ眺めるために本当にね、まあたまらない思いになりますがね。しかし、ロシアのこれからの行く先ってどうなんですかね。金もないし、人はどんどん減ってるし、技術もないし、まあなんか無理やりして宇宙開発さんがやってるけども、そんなことよりもうちょっとね、自分の国内に目を向けて国内の充実を図ったらいいと思うが、まあ、プーチンとメドベージェフの、姉妹とする基本的な考え方はちょっと違うような気がしますがね、まあ、そういうものをやっぱり念頭に置いてね、それからやっぱりあれだけのことをされ腹立てるなら、今の外務大臣がなんでロシアに行くんだね、行かないということは一つの国土に対する日本の意思表示になると思うけどね、まあ、日本の外務省のやってることはもう設立というかバカバカしいというかね、本当に、外交の色は知らないな。行くべきじゃないよ。なんで行く、何しに行くんだよ。